さあ、最初どこ行こうかね。こんなにあるよ、選択肢が。どこ行きましょうかね。ねえ、東大元暮らしで千の屋あるかもしれないけど。千の屋は、な、千の屋はないんじゃないの。ないか、さすがに。まあそのよしみがおった旧安田庭園とかでも全然いいと思うし。あー、うんうんうん。まあ、それこそ夜の間行ってなかったところとかでもいい。そうね、やっこちゃんたちが夜の間行けてないのは両国橋、駒形橋、旧安田庭園の3つ。うん、まあ船内も夜行ってないけど、まあ帰っただけだからね、一応ね。じゃあ旧安田庭園から行こうか。うん、はい。坂崎やっこ、午前9時台。まがたまみたい。旧安田庭園。こうして、この時間、黒鈴美代と坂崎やっこの二人は、この場所を捜索することに決めたのでありました。あ、終わった！短っ！短いよ！そういうこと？あ、ここで続くってことか。とりあえずは。はいはいはい。はいはいはい。あ、なんで、もうちょっとだったじゃない。まあ、なるほどね。ってことは、じゃあ、次、哲夫ちゃんのターンですよ。になるのかな？うん、他は多分行けるとこないからね。だね、ここまだ行けないし。うん。やった状況整理。前回のあらすじ、ジュソ玉の回収もままならない状態で、吉見はじめの変死事件や、ねじまの殺人予告など、問題が山積みする中、え、山積？これ山積み？山積みじゃないかな？する中、山積。お、調べてくれてる。サンキュー。まあ、読み進めてもろて。エリオに各種確認を任せて、今のうちに少しでも休憩する罪であった。なるほど、ああ休憩なんだ。山積って言うんや。山積する中でした。はい、じゃあ始めましょう。哲夫ちゃんもまがたま。あ、そのこと言ってたね。うん、くじがなんかまがたまに見えなかった？気のせいじゃないでしょうか。私の感性か、これ。お待たせしました、ボス。いろいろ確認取れましたよ。お、待ってたぜ。やべえ、リオいっぱい喋りそう。口が疲れてるんです。すでにここの現場検証は終わって、青年の遺体は片付けられました。あー、大きい家連れてかれたか。ですが事件があったので、まだ公園内への一般の立ち入りは禁じられています。昨夜は少し薄気味悪い雰囲気でしたけど、日が明けてみれば、ごく普通の日常風景ですね。はぁ、あ、はぁ、あ。エリオ喋る。喋るねぇ。エリオ純。あれから一睡もせずに朝早くから情報収集に駆け回ってくれた。俺はその間少し休ませてもらった。若いってすげぇな。感謝だ。まあそうよね、なんかもともと早く寝たい帰りたいみたいな感じだったしな、哲夫ちゃん。考えよう。さて、面倒な事態にありがった。あちこちで変死体が発見された。それらの呪いとの関係を調べにはならん。他にも岩清はじめの件や根島文親の件も調査していく必要がある。順を追ってできるところから手をつけていくしかねえな。せやな。ひとまずエリオが確認してきてくれた情報を聞いておくか。はい、じゃあ話しましょう。いろいろあって墨田署内もだいぶ慌ただしい状態でしたが、確認してきました。まずはその報告からですね。おう、ありがてえな。頼むぜ。いや、できる男やで。いや、いっぱいある。どれから聞こうかね。連続開始事件とかでもいいんじゃない？そうね。まあ今、よう騒がせていることですからね。今朝、この付近で発覚した開始事件は、
この公園を含めて3件ありました。まず、この公園で発見した青年ですが、身元を確認したところ、区内の企業に勤める会社員、沖家翔吾、25歳とのことです。そうなんだ。死因は、肺胞や気管支末端が、水によって閉塞されたことによる窒息死、いわゆる溺死です。溺死だと？こんな公園の真ん中で。な不自然な状況ってことは、やっぱ呪い殺されたか？いや、不思議だよね。こんなとこで溺死するなんてあるのかね。そんなやつおんねんな。な、それなんですけど、ボス。この公園の七不思議って、あれじゃないですか。まあ、これは当てていいかも、ね。片鼻足だな。おいおいおい。いや、落ち葉なき死だな。わしかーって。俺が殺しちまったのか。置いてけぼりだな。そうです。置いてけぼりです。堀ですから、歴史と関係ありそうじゃないですか。なるほど。鋭いのはいるよ。だいぶ分かってきてるじゃないか。ひとまずそう仮定しようか。次は。それより前に、亀沢付近の雑居ビルの裏で、女性の遺体が発見されています。被害者は、林タワコ29歳独身。区内在住の会社員です。初めて聞いたな。これ滑覆死なんじゃない、もしかしたら。ぽいね。使ってそうですね、これね。で、こちらの死因なんですが、なんだ。あ、え、ほー、体を強い力で圧迫されたことによる全身挫滅とみられています。雑居ビル、あれ、全身挫滅って。挫滅は、あれよ。一緒よ。一緒よな。うん。みちおちゃんと？うん。うん。凶器は発見されていませんが、この状態から考えるとしたら、全身を上から広範囲に圧迫できるような、大きくて平たい重いもの、という感じです。おいおい、それって。あ！踏みつぶされた。あー、ってことは、あれだ。あ、これあれや、足洗い屋敷だ。回収されしたときに、うん、再婚カス溜まってたもんな。そうだ、カスだ。そうか、じゃあ林タワコさんのカスだったんだ。そうなんです。足洗い屋敷の呪いの死に方です。そしてまさに発見場所近辺がその七不思議のゆかりの地だと言われています。あ、じゃあそこで、あの波垣は手に入れたのか。じゃあ波垣の仕業か。くそ、やっぱり試してやがったな。まあ、試してなきゃさ、あんななんかドヤ顔でさ、僕の呪いは強いよみたいなことしないからね。メガネクイクイしやがって。再婚の寮からも被害者は貸し入れ主じゃなくただの一般人だろうが、身体に報告しとくか。了解です。で、3人目の被害者が、まあ城之内かな。早朝、駒形高校の校庭で発見された同校勤務の教師、城之内康平32歳。死因は墜落等の強い衝撃での四肢の挫滅による外傷性ショック死とみられています。校庭のほぼ真ん中なので、校舎や体育館の建物からの落下ではありえない位置です。教師が学校でかよ。しかも駒形高校っていうと七不思議のバカ林の場所。まあバカ林やな。うん、他のやつ答えてみる。なんか落ち葉なき死の場所かな。あ、まあそうです、バカ林ですね。襟をするスキル高。おお、もちろんそうだ。俺もそう言ったつもりだ。本当だぞ。この件も呪いを疑うなと、というのが無理な話です。そうやな。うん。というわけで、発見された変死体は、どれも七不思議の呪いが絡んでそうです。っていう結果になって、うん。
バカ林ってことは、ことは、まあ、やっぱりその取り憑かれたんやろな、とって行動した説が割と強くなってきてるんじゃないかなって思う。うん、うん、まんまと呪いを使っちまったかしり主がいるってことか。だがまあこうなってくると同じように不可解な死に方をした。はい、ヨシミの状況もこれらと近いですよね。俺もそれ思ってました。同じように名の知りゆかりの場所で原因不明の開始をしている。ただタイミングとしては七不思議の呪いが発生する前に死んでるんだよな。確かにね。ひょっとしてこの七不思議とは関係ない全く別の呪いってことはないですかね。なるほどな、その発想は悪くないとは思うが、だとしたら地鎖玉がなくても呪いを使える強力な術師が存在するってことになる。あー、なるほど。な、うん、この現代に人を呪い殺せるほどの呪術を使えるやつなんだ、そうそういてたまるかってレベルだぞ。中越？いや中越は違う。は違うか。協力、うん、ミオちゃんの師匠とか。レイヤー祭を始めたやつ。そうね、発生源根源か。ああ、そういうものなんですね。いや、その辺の温度感は俺知らないんで。か、そのレイヤー祭を始めるきっかけになったのが、ヨシミはじめ、その代償に死を与えられるみたいな。ああ。まあ、そうだよな。うん。まだまだ聞けそうだね。この開始事件を見ると、かしり主たちによる呪いは昨晩のうちに割と行われたようですね。しかもまだ遺体が発見されてないだけで、他にも起こってる可能性は十分あるしな。あ、そっか。へえ。だが一つ、朗報ってほどでもない話だが、俺の持ってる地鎖玉を見るに、どうやら火が出てる間は呪詛を発動できないようだ。あー、そっか。すぐね、確認できるもんね。あの、鉄夫ちゃんの呪い、え、呪詛玉は。うん。もう、そうなんですか？じゃあ昼間なら詰め寄り放題ですね。ああ、ねじまが日暮れと同時にって言ってたのもそういう理由だったんだな。使えないからってことか。うん、昼の間は呪詛玉を使えないって分かってたんですね。なんで分かってんだろう。知りすぎじゃない、いくらなんでもねじま踏みちかね。なんでやろな。なんか情報を結構持ってる感じしたもんね。そうね。うん、とにかく日が暮れるまでに決着つけねえとな。あ、決着つけてえな。残りの貸し主を全員炙り出すぞ。オッケーボス、やってやりましょう。いや、このオッケーボス好きなんだよね。あ、オッケー。じゃあ貸し主上から行こうか。うん、今のところ我々が把握している貸し主は、ボスを含めて4人だけです。足洗い屋敷の波垣雄太郎と、消えずの安頓の荒石秀樹。この2社からは、呪詛玉を回収できてます。あとは自己申告ですが、ねじま文親が片刃の足を持っているそうです。ああ、そうなるな。うん。更新ページ。あ、ねじまふみちか。ああ、はいはいはい。へえ。そうね、バカ林坂崎やっこだもん、ほらね。そうね。で、こう移動したよっていうのもちゃんと書かれてる。うん。置いてけぼり、今所持してんのやっぱ、ようこちゃんだと思うな。この二人がわからんね、まだね。そうね。残りの5人を早く見つけ出したいところですけど、どうやって探せばいいでしょうね。当てもなく動いても仕方ねえ。他のことを優先するしかねえわな。貸し主のねじまを追跡することで他の貸し主と遭遇する可能性もあるだろう。むしろ最優先はそっちだな。放っておいたら実害がある。
うん、市民をこう無差別にめちゃめちゃ殺すって言ってたもんな。うん、あ、バラすって言ってたもんな。あとは吉見の事件の調査も進めたい。これもなんか関係してそうな気がする。うん、めちゃくちゃ重要かも。してるしな。うん、なるほど、山積みですね。オッケーボス。まず、あれよな、貸主同士は惹かれ合うみたいな感じよな。あー、いや、スタンド使いは、スタンド使いと惹かれ合うみたいな。うんうん。いや、匂うぜ、匂うぜってことね。あ、もう終わりか。じゃあ、吉見始め。吉見が所属していた墨田署の西安課で、あ、そうか、生活安全課か。うん。西安課で、あいつのこと確認してきました。まず、吉見が独自に調査していた自殺の白石道夫という少女についてですが。おう、あったな。あいつは白石道夫が本当に投身自殺だったのかを、建物の高さや衝撃の強さ、ぶつかった後の損傷具合など、不自然なところはないか、他に可能性はないか、細かい実況見分を依頼していたようでした。すでに自殺で処理された事案だったので、上からは余計なことをするなと釘を刺されていたようですけど。おう、それで、結果はどうだったんだ？それが、その見分結果の資料が昨晩、吉見のデスクから出てきて、それによると、そもそも遺体が倒れていた位置や、車道から離れた建物の真下だったことや、傷にバンパー層らしきものがなかったことから、転落死、自殺だと判断されたようなのですが。違ったのか？はい。例えば、猛スピードで走るキャブオーバー型の車が車道に飛び出た人を跳ね飛ばした場合など、状況によっては、交通事故でも同様の損傷を被ることはあり得る、という結論でした。事故死ってそういうこと？ほう。交通事故。おう、自殺じゃない可能性があったってことか。そりゃ穏やかじゃねえな。ただ、路上にブレーキ痕などはなく、もしそんな走り方をしていた車があったとしたら、ブレーキも踏まずにただ、跳ねて走り去っていったってこと？やばすぎ。相当な危険運転で、おそらく衝突後も全くスピードを緩めず引き逃げしたことになります。なるほど。だとしたらひでえ話だな。だが、本当にそんな事故が起きたなら、車の方も相当損傷してるんじゃないか？だよね。はい。なので、交通課にそれに当てはまる事故車の捜索を頼んでいたようですが、あまり熱心に捜索されていなかったようで、現在まで音沙汰なしです。まあ、そうか。確証ねえもんな。んで、もし事故だってのが真実だったとして、事故だと暴いたことが理由で、吉見の身に危険が及んだという可能性はあるか？そうですね。例えば、ひき逃げ犯が吉見の口封じをしたとかですかね。だが交通課や鑑識には一応共有されてたんだろ。吉見の口を塞いでも、吉見の口だけ塞いでも、現にこうしてバレてるぜ。ですよね。この自殺が覆って事故だったとしても、それを理由に吉見に危険が及ぶとは思えませんね。ああ、そうだ。話は変わりますけど。一応、白石道夫の自宅の自宅の住所を控えてきてますよ。吉見が何度も言っていたみたいなので、我々も合間を見て行ってみますか。おう、そうだな。そのくらいしか当たれるとこねえしな。ああ、となると、口封じが目的じゃなく、うん、その、うん、持ってたお守りが目的かなっていう感じはするよな。ありそうだね。なんかその、板切れが入ってたみたいな感じだから。うんうん。それがすごい。うん、蘇りの秘術とかにさ、必要してんのかなって思ったりする。うんうん。まあ、二つあるしね、なんかね。うん、じゃあ次の報告行くか。オッケー、ボス。
よしみ、あ、まだいけそう。それから、よしみが死亡する当日に会っていたという、奥田ひとみという少女ですが、その子の連絡先は西安課でも把握していない、とのことでした。住所も控えてないのか？実家はわかりますが、さっき電話してもらったところ、ここ1ヶ月ほど帰ってないし、連絡もないようですね。ご両親も、彼女はもう自分らとは関係ないという突き放した態度で、深刻な家庭関係が伺えました。たまに学校には現れるようなので、張ってればいつか遭遇できるかもしれないですよ。さすがに今張り込みまではやってられねえな。重要参考人だ。住田署の西安課に張り込み頼めねえのか？頼めるかもしれないですが、それでも今日中に会うのは難しいと思います。何せ、駒形高校は今日は臨時休校らしいので。まあ、さっき言ってた教師が死んでた件のせいか。そういうことです。しかし、今日中に会えねえとなると、この件は後回しにするしかねえな。次の報告行くか。さて。まだ行けそう。よしみの婚約者についても、西安課の同僚に確認してきましたよ。婚約者の名前は、長沢真由、27歳。都内で美容師をやっているそうです。写真ももらってきましたので顔もわかりますよ。やっぱり美人でした。が。おう、ガーッと来たか。嫌な予感がするな。事件以後、西安課が何度も長沢真由の自宅を訪問したり、電話をかけたりしているのですが、今日まで一切連絡が取れてない、とのことです。はぁ。ほら来た。なんてこった。長沢舞、おぉ！あら。美人ですね。墨田署の西安警察、吉見はじめの婚約者。都内の美容室に勤務。現在行方がわからなくなっている。長沢舞。まずいな。普通に考えたら、そいつも十分容疑者なんだよな。まあね。あ、確かに、殺人事件だと恋人や配偶者などが犯人である例は多いですけど。でも、あれだけ人望のあるあいつが、10年以上連れ添ってる相手ですよ。知らねえよ。二人だけの時態度が急変するやつなんで、ごまんと見てきただろう。ああ、まあね、いますね。そうですけど。だが、もちろん逆のパターンもある。そいつもヨシミと同様に命を狙われてる可能性だ。むしろそっちのが高え。保護が必要だ。ああ、もう先にさ、ヨシミが先手を打ってさ、逃がしてるから、逃げろって。行方不明になってる。はありそうだね。はい。いずれにせよ重要参考人ですので、捜査本部からも捜索事例が出ています。捜索指示が出ています。発見されれば連絡が入ると思います。オッケーオッケー。で、これで終わりかな？オッケー、チェックついた。ねじまふみちか。じゃあ行こう。本庁の捜査官を動員してねじまふみちかの現在の居所を捜索していますが、今のところ確保したという連絡はありません。住居とか職場にも言えねえのか？それが、仮出国時に確認していた住居は、先週すでに退去済みだったそうです。なんだと？それはどういうことだ？また、斡旋された工場での軽作業の仕事についていたそうですが。先ほど確認したところ、実は就職後1ヶ月ほどで辞めていたそうです。おいおいおい、把握しなかったのか？しなきゃやばいだろう。ええ、ねじまの担当の保護観察官に確認したところ、定期的な家宅訪問と聞き取りをしていただけで、職場まで行っての在籍確認はしていなかったそうです。転居は最近のことなので、そちらも把握できていなかったと。もうポンコツやん。なんとまあ、お粗末なことだな。昨今、刑務所の空きが全然なくて、割と仮出国が多いそうですね。そのため、
保護観察官も全然間に合っていないのが実態だそうです。事実上の話だったわけか。くそ。好き勝手やっちゃってるね。あいつはな、心神喪失したふりも反省したふりもごく自然にできるやつなんだよ。送検するときに口が酸っぱくなるほど言ったんだが。偽名で潜伏している可能性も高いわけですから、探すの大変そうですね。してんのかな。してるんじゃないですか、おっちゃんとかでな。そりゃ簡単に名乗り出るわけですよ。あんな野郎、バカにしやがって。まあ、それで今指名手配の手続きを進めているそうです。それも間に合わねえだろうな、今日の日暮れだぞ。もう焦れ、もっと警察で。まだ聞けるよね。はい、ねじまといえば、ボス。あ？娘さんとは連絡ついたんですか？早急に保護するって話でしたが。ダメだ。連絡取れてね。早朝から何度も電話させたが出ねえ。家に訪ねさせてもいなかった。やばいじゃないですか。帰ってないんですか？って、なんで伝聞なんですか？うるせえな。俺連絡先知らねえんだよ。だから、そうなのってなってたもんね。本所に住んでんの知ってて、うん、びっくりしてたもんな。ね、あれ一番可愛かった。どんだけ信用ないんですか。母親には、異常事態だから警察官よこすんですぐ娘を探して署内に逃げろって伝えたが、ものすごくやそに了承された。だってそういうのが嫌で離婚したんですよね、確か。でも元肉親だったボスでもそんなありさまなのに、ねじまはどうやって接触する気なんでしょうか。元肉親って言い方つらいな。うん、ご愛嬌にねーって。ちょっと、あ、すみません、ついついえぐっちゃいました。奴の受影の条件に関係しそうな気がするな。ほうほう。まあ、強引に話を戻しましたね。短時間に大量に呪い殺すようなことを宣言してたから、もしかすると離れていても呪詛を行使できるような条件なのかもしれん。ふんふんふん。なるほど。片刃の足か。どんな内容だったっけ？なんか、女性につきまとっていた男が逆上して相手をめった切りにする話でした。ああ、そう、おこまだよ、おこま。うん。おこまが、そう、おときの母親おこまが襲われまくったっていう。ああ、そうだ。本所七不思議でもこの話だけやたら具体的に物騒な内容なんだよな。実際にあったことなんじゃないの？ほい。ねじまの居所については、人海戦術での続報を待つしかないですね。定期的に本部に確認を入れてみましょう。さて、俺からの報告はこんなところです。では、捜査に行きましょうか。あー、この BGM 好き。奥田瞳の調査に行くなら駒形高校、白石道夫の調査に行くなら白石の自宅ですね。さあ、行くか。ほい。どっちから。あ、終わった。おわ。ああ、なるほどね。ああ、出た。あ、でも続き一応あるんだな。高級寿司。気になるタイトル。そういう世界もある。気になるね。全部どっちも気になるな。まあ全部の話一応聞けてるから。上から行くか。うん。そういう世界もある。再婚の溜まった呪詛玉を得るために夜通し情報収集を続ける会議した。春江は我が子の蘇生という対岸聖樹の可能性に眠、成就の可能性に眠れぬ朝を迎える。なんだ？成就も読めねえのか？ちょっと、勉強し直した方がいいな。午前10時台。まあ、特殊な読みしてるからな、割と。まあでも、ジョージは普通だったら読めるはずなんですけどね。
おはよう、マダム。気分はどうだい？ええ、悪くない。今日もお願いね。ジュソ玉の様子は？ジュソ玉は、朝になったら反応しなくなってた。なるほど。やはり呪いの力は夜だけしか使えないもの、使えないのかもしれない。それよりカイさん、朝は随分遅くない？ああ、何せ会社が動いてないと調べられないことも多くてね。その代わり、超特急でいろいろ調べてきたよ。まあかなり有能ですからね、リヒターさんね、うん。ああ、そうだったの。さあ、まあちょっと周りも見ようかな。私が生まれ育った古い屋敷。終わり。今この屋敷には誰もいない。戸締まりはしっかりしてある。通いの家政婦はすでに朝早くに来て、掃除と炊事をして出て行った。まあ、あと、もうあそこで鳥見つけてるから、もうないよな。ああ、消えてる。消えたね。周囲。町が活動を始めている。庭先にいても常に喧騒が響いてくる。工業地域であるこの近辺では、空気はいつでももやがかかっている。空気悪いんかな。ね、あんま良さそうじゃないね。帰りした。さすがに少し疲れを感じる。夜を徹して調べ物をしてくれたのだろう。ありがとう、リヒタさん。呪いだの事件だの起こっているけれど、私にとってはあの子にまた会えるのかどうか、それ以外のことはどうでもいい。じゃあ、話そう。ところで、マダム、一つ確認しておきたい。なに？僕ら最高の溜まったジュソ玉を奪い取ろうと目論んでいるけれど、奪い取らなくとも貸主と直接交渉して秘術を使わせてもらえるならばそれでもいいかな。できるか、そんなこと。ええ、もちろんそうだけど、そんなことがありえるの？ああ、それなりの対価を提供できれば交渉の余地もあると思う。なるほど。対価。そう、まずはお金だね。シギマ家の資産、ある程度は出せると思っていてもいいのかな？もちろんお金に糸目はつけない。それで済むならいくらでも用意する。もう、身代金の時のような後悔は、絶対にしたくない。オーケー。じゃあそれも踏まえて作戦を立てようか。なるほどね。貸り主のこと。交渉できそうな貸り主に当てでもあるの？いや、そもそも積極的に再婚を集めている貸り主が存外少なそうだと思ってね。今朝のニュースは見たかい？いいえ。実は昨晩から早朝にかけてこの区内で3人の変死体が発見されていて、という3件の変死遺体だそうだ。それぞれの身元はまだ発表されていない。これから本所連続開始事件として今ちょっとした騒ぎになってる。そんな、たったの3人なの？そうだ。そもそも貸り主の再婚であっても一人二人では満たないはず。満たない。なのに七不思議の呪詛玉に対して再婚が3人分はかなり少ないペースに思える。昨晩のこの付近での動きの少なさを見ても貸り主たちは皆慎重派のようだね。まあね、自分がやられたら元も子もないからね。なんて消極的なの、せっかくの蘇りを。見つかってない被害者がいるかもしれないが、再婚を集めきった者はまだいなそうだ。であれば、何かを餌にして焚きつける必要があるかもしれない。ああ、それで、対価なのね。出てきたけども、まだ聞けそうだから聞こうか。積極的な貸り主が現れていない。これは呪いを呼び覚ました者が意図していた事態なのか気になるとこだがね。
え、呪いを呼び覚ました者がいるの？ジソダも得た時に殺せと煽る声が聞こえたようだし、さすがにこれが自然現象だとは考えにくい。うん、誰かがこの地に伝わる呪いに働きかけたはずだ。その目的は蘇りの秘術だろうがね。だったらその呼び覚ました当人も頭主になるのではなくて。いい着眼点だ、マダム。呪いを起こした黒幕の目的が秘術であれば、頭主になって積極的に呪いで再婚を集めるだろう。しかしそれはかなりの危険を伴う。他の頭主に命を狙われるからだ。だとしたら頭主たちが消極的な方が都合がいい。そう。なのに実際は頭主になった者に呪い殺せと煽っている。それはなぜか。考えられることとしては、黒幕は自分で再婚を集めるつもりはないのかもしれない。まあ我々と同じような感じってことかな。あ、最初から頭主同士で争わせてから呪詛玉を奪うつもりで。監視する手段があるならば、そっちの方がずっと安全だろう。僕が他人の呪詛玉を奪うのがありだろうと考えたのもそういう理由からだよ。ならどうするの？当然ながら黒幕自身が頭主になっている可能性も十分に残っている。正直その黒幕は相手にしたくないな。どんな力を持ってるかわかんないからね。誰だろうね、黒幕。交渉するにしても奪うにしても、黒幕を出し抜いて再婚を集めている者と接触せねばなるまい。どうやって？さーてね、そこは探ってみるしかないだろう。あー、どんどん深くこう分かってきていいね。黒幕が頭主を煽って再婚を集めているのだとするなら、そもそも本当に蘇りの秘術なんてあるの？そうだね、蘇りの秘術が頭主を動かすための虚偽に過ぎない可能性はあると思う。うん、それは全然あり得るのよ。ありそうだね。ただその可能性があるからといって、まだまだ秘術を諦められるのかい？少しでも、もしね、それが本当だった時にね、やらなかったら後悔するって思っちゃうから、思っちゃうから、まあ焚きつけるためのものやなとは思うな、全然。そうだね。無理。そう、真実である可能性があるならば乗るしかないわけだ、そこは。そうだね。ただまんまと呪いを使っている必要まではないがね。いやー、カイさん頭いいな。置いてかれてる。いや、ねえ、その辺の頭主よりよっぽど頭切れてると思うわ。呼び起こした本人かもしれんしな、帰ってきた。なんだって？というわけで、昨晩発見した頭主と疑われる人物の身元を洗えるだけ洗ってみたよ。と言っても、判明したのは二人だけだがね。誰だ？まあ早い。さすがのプロタンね。ありがとう。いいわ、このポージング。ジョジョ立ちみたい。本当に。まずは頭主じゃないけど僕らに接触してきた当のあやめという女性。これは比較的楽だった。 T 美術大学に通う大学生で、現在は緑町公園の近くのアパートで一人暮らしをしている。うん、あやめちゃん、住所まで。恐ろしいのね、プロタン。浮世絵を学べそうな美大に片っ端から電話して親族のふりをして聞き出したよ。はあ。ただここに来る途中で寄ってみたけど、昨晩から自宅に帰った様子はなさそうだった。
何か危険なところに踏み込んでないか心配だね。踏み込んでるやろ。うん、あの子だって笑顔で北斎様を生き返らせるためならとかって言ってズキズキ言っちゃいそうだもん。昨晩あの後追跡したのではなくて？恥ずかしながら追いつけなかった。追跡は失敗してしまったのだよ。あらあら、プロ担当あろうものが。うん、そう、追跡は失敗したのだ。2回言った。追跡以外は成功したのかな。大丈夫なんじゃない？うん、まあプロタンがなんてこと。彼女の動きをどうにか知りたいものだけど、もう少し時間がかかるかもしれない。うん、彼女もジュソダマを奪うことを考えている。気をつけておいた方がいいだろう。なるほどね。さあ次は黒ずくめの長身の男。誰？ああ、あれか、あのデビルモードみたいな。デビルモードなんだっけ、なんだっけ、デビルモードじゃないよ全然。あの、あ、これ弓岡こいつじゃない。何デビルモードって。なんか使い魔みたいなって話してたよ。あ、クラスクメ長身の男。あ、違うか。見た目が特徴的なので錦糸町付近で聞き込みをしたところ、うまく情報を得られた。まあ圧巻の情報力。恐れいる。ほら、あー、悪魔やん。その男は飛白石鹸という会社で会長秘書をしている弓岡という人物だろうとのことだった。飛白石鹸といえばこの近所に本社や工場があるらしいね。そうね、昔からずっとこの町にあった会社、この十数年で急に大きくなった感じ。でもこいつ持ってないよな。持ってないね。でもその上のさ、社長にめっちゃ付き従ってるみたいな話で、うんうん、ジュソ玉回収しに来てたから。ああ、そうかそうかそうか。まあそこが黒幕はあり得るっちゃあり得る、うん、なんだっけ、夏江さんみたいな人だったよな、山岡みたいな、うん、そう、弓岡に影響されすぎか。やったかな。ちょっと待って、弓岡さんの、ああ、山森夏江だった。会長の女性がとても剛腕だと数年前に経済ニュースで話題になっていたのを覚えている。これが山森夏江ね。業績も好調なので今こそ区内にある工場をフル稼働させたいところだろうけど、しかもこの工場ってさ、あれじゃない、あの芦宮誠が斡旋されて1ヶ月で辞めたみたいなとかじゃないのか。だから情報知ってたりするんじゃね。はい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 、ねえ、ってことは、まあ、その上におる山森夏江が、うん、あの蘇りの秘術を始めた人物、うん、な可能性ありそうじゃない。そして考えてもまあおかしくはなさそうかな。うんうんうん。公害対策法で産業廃棄物の基準が厳しくなってから、設備の古い工場は稼働停止しているものも多いそうだ。確かに10年ほど前は化学工場の廃液も川に垂れ流しで評判は良くなかった。あの頃はほとんどの企業が環境よりも経済成長を優先していたからね。だからもう街が汚れて汚れてしゃあないですよ。まあそんな会社に勤める男があの時間に何をしていたのか気になるところだね。せやな。ここに来る前に飛白石鹸本社にも寄ってみたけど、まだ営業しない、していなかった。後で出直そう。まあ社員も死んでるしな、うん、そうなのね。美容の研究のために蘇生にも興味を持ったとか。ああ、よみがえりと若返りを間違えたとかな。ああ、間違えた、よみがえりだったか。いいね、それは面白い考えだ。カイさん楽しそうな顔。マダムの考えには驚かされるよみたいな顔してた。昨晩はもう一人怪しい中年男性とも遭遇したけど、うん、白石かな。ああ、再婚を集めている様子があったという男ね。
うんだね。だがその男性は中肉中背で顔もよく見えず、身元を特定できるだけの情報が得られていない。それは残念ね。ただ推理はできる。そう？蘇りの秘術について記された古文書を発見したとされる郷土史研究家がいてね。すごいな、推理でそこにたどり着くの？その荒石秀樹という人物の背格好がまさに目撃した男と同じくらいだった。あら、そんな人物がいるの？だったら呪いを起こした黒幕もその人が怪しいんじゃなくて？まああれやろな、その背格好をまず知ってた上で蘇りの秘術に関係してるその呪い貸し主とか、うん、ある程度紐付けた結果そうなんじゃないだろうかっていう結果に至ったってわけね。うん、いやさすがですね。さすがプロターン。プロターン。うん、その可能性もあるだろう。だからひとまずその男への接触は避けておこうと思う。うん、もう取られてるけどな。もうね、力ないけどね。ああそういう。もちろん情報は欲しいがね。だけどそこに飛び込むのは今じゃない。うんだよね。もうすごいね、まだまだ聞けるね。この後また貸し主の確認に行くならまずは非白石鹸で黒ずくめの男かな。うん、本社は南割下水通り沿いにあるよ。オッケー。で誘拐事件のことか。ほい。誘拐事件の犯人の件だが一つ報告がある。ほう。さっき言った連続開始事件の一人、駒形高校の校庭で遺体で発見された男性とは、うん、実は教師の城之内康平だ。そうだった、甲斐さん接触してるわ。してるな。うん、脅されてるんで助けてくれよって。まあならその人は貸し主だったの？どうだろう、可能性はあるがいずれにせよ、うん、これで誘拐事件の事情を知る者が2人とも死んでしまったということになる。うん、そうね、ようやく進展しそうだったのに。それでも調べられるだけ調べてみようとは思うが、さすがに白石道夫の自宅まではまだわからない。場所がわかったら訪ねてみてもいいだろう。うん、ええ、わかった。で、連続開始事件のことね。うん、世間で言われている連続開始事件は今朝に発見された3人に加えてよしみかな。ああそうだね。うんうんうん。1週間前に投身自殺した白石道夫や旧安田庭園での警察官の変死も含まれているそうだ。うんうん。立て続けにこれだけの不審死があれば変な噂も立つというもの。でもその2件は七不思議の呪いとは別なのよね。うん、呪いの発生よりも前に死亡しているので別件のはずだが、一つ思うに、もしかするとそこに黒幕が噛んでいる可能性はあるかもしれない。この呪詛玉をみんなにばらまく前に起きてる事件だから。おっとってこと。白石道夫はお守りを持っている。持っている。よしみはじめもお守りを持っている。狙われたんだ。そのお守りを回収する。あ、でもお守りも一個持ってんのは、うん、あれ奥田ちゃんが、奥田ちゃんが一個持ってるから。うん、いや、じゃあ次奥田ちゃんが狙われるってことじゃないの？じゃないのかな。うわ、やだな。え、今回七不思議の呪いを呼び覚ますための前段階として、タイミング的に本当に無関係としていいのかという懸念からの推理だけどね。うん、特に警察官の変死事件はむしろ呪いであってほしいと思うくらい不可解だ。うん、被害者はそう簡単に
遅れを取るような警察官じゃないはずだしね。まあ知り合いだろうからね、同期だろうから。うん、うん、詳しいのね。あながち無関係でもなくてね、これは個人的な事情だけども。そう、じゃあそっちを調べていけば黒幕に結びつくかもしれないの。そうだね、僕らの目的が黒幕探しならそっちから調べて いただろう。ふむだがしかし黒幕というよりも再婚を回収して蘇りの秘術を完遂することが私たちの目的だから。そう、最初はそのつもりやったから、うん、まあまだ手つかずって感じだよね。なんかな、うん、まだまだこれから呪い殺された被害者が発覚して増えるかもしれない。今日のニュースには気をつけておいた方がいいだろう。まあ、それでどんだけ殺したかの具合が知れるってことやもんな。うんうんうん、いやあかんや、待っとったらあかんや。え、そうだね大半が死ぬぞ。うん、さて報告はこのくらいにして今日の調査を続けるとしようか。まああんなね、大勢市民殺そうとしてるっていうのを私たちは知らないわけだから、うん、今ここ、うん、マダムはどうするかい。地蔵玉が使えないならば出歩いても大丈夫だと思うが。そうね、一緒に行く。この目で見定めたい。 OK、 じゃあこの後どっから行くかは依頼人であるマダムが決めてくれたまえ。おお、話すにもチェックがつきました。調査どこから行けば、とにかく気になる場所から行ってみればいいか。 OK。 さて、まあ、飛迫石鹸の方に行くのかとかかな。うん、まあ、一番気になるっちゃ気になるけど、あー、緑町公園ってなんだ。いや、南有下水通りでよくね。うん、行こうか。いいんじゃないかな。うん、でこうしてってなるんじゃない。こうしてってさっきもなったし、ならんかな。あ、なんなかったわ。南割下水通り沿い、この向かいにあるビルが飛躍設計の本社だ。朝に訪ねた時は営業時間前だったが、さすがに始まってるようだね。 OK、昨晩はほとんど寝ていないだろうに、とても活力がみなぎっているように見える。これは若さのせい、それともプロタンのなせる技、どっちも。まあ職業病みたいなとこあるんじゃない。ありそうね。小さな石鹸工場から一台でここまで大きくなったという立派な社屋だ、うん、このビルの他にも工場や倉庫が区内にいくつもあるらしい。前社長では現在は会長の山森夏江が女帝と呼ばれるほどの剛腕を振るっていたからこそだね。なんかすごい赤リップとかしてジャラジャラ周りに金属のアクセサリーとかつけてそうだな。資料が更新、飛迫石鹸、おー出た。洗剤の国内シェア第4位、化粧品では第7位の化学薬品ブランド。戦後の1946年に創業した小さな石鹸工場から高度経済成長期に創業者の山森夏江が女性目線で多くの市場を開拓して発展。墨田区周辺の工業地帯化で多くの同業者がひしめく中でも、地域に根ざして確実に事業を拡大してきた。特に急速に増加し始めているコンビニエンスストアに的を絞ったブランディングを行い、一気に庶民向けシェアを広げている。現在の主力商品は洗剤、石鹸、シャンプー、化粧品など。社内の飛迫はかすり模様の意。かすり模様って何？さあ調べちゃおうと。ああ、かすりは飛迫とも言われ、折る前にあらかじめ文様に従って染め分けたかすみ糸を使って織り上げるもので、なんちゃらかんちゃらかんちゃら、はあ、だって。伝わった？
あ、人物リストも更新。あ、全然アグリップじゃない。結構あのしっかりした和服の方だった。山森夏江。大手化学薬品会社飛白石鹸の元社長。2年前に現役引退し、会長という立場に落ち着いているが、未だに影響力は大きい。その剛腕ぶりから、一部では、奇怪な魔力を持っているとか、飛白の魔女と呼ばれるなど、ミステリアスな噂が絶えない。戦前は織物工場で働いており、自身の天職だと思っていたが、やがて戦災で工場は全焼。丹精込めて作った織物も作業着に仕立て直す指示を受けるという浮き目に遭う。戦後、洋装化が進む新時代を感じ取り、織物の道は諦めたが、後に社名を飛白とした由来はこれらの経験によるもの。かねてより工場で支給されていた石鹸の扱いづらさに不満があったことから、ここにビジネスチャンスがあると睨んだ夏江は、小さい石鹸工場を自身で立ち上げ、外国製品を参考にしながら新商品の開発を行うとすぐに評判となった。その後もテレビを使ったプロモーションを積極的に行ったり、国民的人気歌手をいち早く CM に起用したりするなど、脱腕を振るい、飛白石鹸をあっという間に一大ブランドにのし上げた。すげーぜ。センスがあるってことか。うん。やっぱね、先に、こう、先手を打つ、センスがあると伸びるんだね。何に対してもね。うん、先駆者になることが大事よね。大事だね。で、弓岡という男はその会長秘書なのでしょ。そうだ。なら弓岡はその会長の指示で動いているという可能性もあるのでは。その通りだ。権力や財力を持った貸し入れ主、確かに蘇りの秘術にはそれだけの価値がある。だとしたら交渉は厳しいかもしれないね。そうね、お金には困ってないだろうからね。ふむふむふむ。会社は営業中だ。受付にも人がいるようだね。オッケー、まだいける。会社は営業中だ。受付にも人がいるようだね。そうだね。あとは調べ周囲か。会社は営業中だ。受付にも人がいるようだね。あ、壊れちゃった、甲斐さん。ここは江戸時代には南割下水という堀だったが、今は交通量の多い主要道路の一つだ。錦糸町駅や両国駅とはやや離れているが、十分一等地だと言えるだろう。うんうん。あと本所七不思議で言うと、消えずの安頓や足洗い屋敷がこの通りの近くの話だね。ほう。それから今朝、うん、それから今朝の変車の一つが発見されたのもこの通り沿いにある。うんうん、盛りだくさんね。それだけ中心地ということだろう。お、資料更新。山盛り、夏江だけに山盛り、盛りだくさんってことね。おお。割下水とは道路を分割するように作られた水路のことを言う。もともとは湿地帯であった本所の開拓にあり、排水設備のために、掘削された。あれ、読むために来てくれた人。なんでしょうね。ちょっとお待ちくださいね。掘り割りとかでいいんじゃないか、普通に。なのかな、違うのかな。ちょっと待ってくださいね。あ、掘り割りであったそう。掘削された掘り割りの一つがここにあった。はい、掘削された掘り割りの一つがここにあった。南割り下水で、雨水を東にある横ドマ川、これなんて言うんでしょうね、流す用途のため生息されたもの。その後も水路として長らく活躍されていたが、昭和初期に暗渠化され、その名前はそのまま道路の名前として残された。いや、横ドマ川じゃなく、そうだなこれな、横十間川。そうなんですね。読む人。許しちゃってやん。あ、まあね、そう、いや、なんか普通にズッキーよりも読めてない気がするんだよ。マジ？うん。ちょっと後で叱っとくわ。よろしく頼んだわ。あ、間違った。話そう。まずはここの弓岡という男は本当に昨晩の男なのかどうか確認した上で。ちょっとあの、出しゃばらないで。カイさんの人を呼んできてもらっていい？
承知いたしました。ごめんね。頭り主かどうかを探ってみたいところだね。なんかちょっとかわいそうになってきちゃった。百石家には僕一人で行ってこよう。そこは任せておいてくれたまえ。まだは近くの喫茶店でお茶でもしていてもらって構わないよ。ああ、本当かい？百石家には僕一人で行ってこよう。まだは近くの喫茶店でお茶でもしてもらって構わないよ。わかった。会社は営業中だ。受付も人がいるようだしね。よく覚えてんな。飛白石鹸の養殖についているものが貸り主の可能性があるか。さっき金銭で交渉するのも選択肢だと甲斐さんは言っていたけれども、大企業がバックについているとしたらさすがに資金面では不利なんじゃ。そうね。まだもうほら同じ、その辺でって言ってたけど、普通に移動すればいいのか。ああ、なくなってるわけだ。あ、なくなったのか。いや、今おるから行かれへんだけじゃない。あ、そうか。じゃあ公園でのんびりする？ピクニックかよ。緑町公園。さあ、着いたぞ。なんとここが緑町公園だ。この付近に塔のあやめの住むアパートもある。なんとって何がなんとだったんだろう。朝訪ねた時は留守だったけども、また行ってみるかい。あ、答えないのね。周囲会社は営業中だ。受付も言うようだしね。バグってんな。なんかここは七色津軽の太鼓のゆかりの地とされているけれども、それだけじゃなく、かつてこの辺りに葛飾北斎の聖火があったそうだ。塔のあやめがこの付近に住んでいるのもそういう理由があるからだろうね。なるほどね。緑町公園、またこの辺りが葛飾北斎生誕の地とされているっていうのが追加されてるんだな、うん、またこの辺りが葛飾北斎の、まあいいでしょう。次読んでもらうね。いや、いいです。あれ、時折公園で遊ぶ子供たちを微笑ましそうにちらちらと見ている。甲斐さん、子供が好きそうね。なんとなく近いものがあるから。ん？自分と？どういうこと？どういうことだってばよ。まあ見た目は大人、頭脳は子供ってことなんだな。ああ、まあプロタンな。塔のあやめと再び接触したところで、今は何ができるわけでもない。どうしてここに来たんだっけ？どうしてここに来たんでしょう。取り立ててここですることはないけども、塔のあやめの部屋を探りに行ってこようか。別に今あの子と会って話したいわけではないのよね。そうだね。直接情報を得るというよりは単に動向を把握しておくのが狙いだ。家にいるかどうかなど高度な痕跡を見つけられればいい。ならどうぞ。オッケー。じゃあ少し探ってくるよ。お、探りに行った。おかえり。行ってきたよ、マダム。何もなかった？そうだね。やはり自宅アパートに帰った様子はなかった。だが周りに警察関係と思わしき人が何人か張り込んでいた。ほう。彼女の部屋を張っているかどうかは不明だ。隠れていた位置からして対象はアパートだろう。うん、まあでもよく張り込みが分かったのね。普通そう簡単に気づかないでしょうに。まあそこは職業柄ね。なので直接訪問したり窓から中を確認するのはやめておいた。あと電気メーターや郵便受けも確認できなかったよ。残念だ。怖い。そんなことするつもりだったの？いいな、この冷たい目。まあこれ、ここは終わりやろ。うん、哲夫ちゃんの娘ってさ、陽子さんだと思ってたけどさ、あやめちゃんだったりせんのかね。あー、でも、いやでも今は大学に通うために
そのお金稼ぎしてる、その一人暮らししてるって言ってるから、してる美大に通ってる以上は、そうか、大学に通うために一人暮らししてんのか、うん、え、通うために一人暮らししてるんだったら大学に通ってるんじゃないの。ああそういうことかじゃない。ありえんのかな。だからいやでも、でも俺はやっぱりその霊感をアルコール度数で例えるところが、うん、ね、アルコール度数あそこが何もないとは思えないよね、なんかね、うん、うん、南割下水通りって他に何ができたのかな。いや話しかけたら100席行くんじゃないの。あ、ほんと一回、まあ飛白石鹸調べてみてもいいけど、うん、これは読んだ読んだ。あ、では先に行ってくるよ。この辺りで時間を潰していてくれ。オッケー、わかった、お願い。いや、あれ言いたかったけどな。ねえ、なかったね、もうね。お待たせ、戻ったよ。お帰りなさい。どうだった。会社は営業中だよ。受付もいるようだしね。担当職人に結論から言おう。意味をかと接触した。まだバグってんな、会社。そして意味をかという男は僕が昨晩遭遇した人物に間違いなかったが、貸し主ではなさそうだった。うんうん、まあ、しかし弓岡はこの呪いと無関係じゃなかった。あいつは七不思議の呪いを知っていたし、こちらが呪詛玉を持っていることもことにも感づいていたよ。おお、何ですって。セピアかい。あ、セピアじゃなかった。弓岡とは昨晩遭遇した後に落とし物をしたのを尋ねる体で接触してみたんだが、それよりも解散と言いましたかね。私もあなたにお願いがあります。何ですか。あなたの持っている呪詛玉をこちらに引き渡してもらいたい。もう目に光がない。呪詛玉、何の話だい。嘘吹くのはもういいでしょう。そんな時間もないはずです。あなたが昨晩私を疑ったのと同じ理由で、私もあなたを貸主だと疑っていました。そして今日再び接触してきた時点で確信を得た。あなたは貸主なのでしょう。残念、違います。飯死んでるもんオーケー、わかった。時間がないのはその通りだね。認めよう、僕は貸主だ。送り表紙儀の呪詛玉を持っている。わあ、かぶってくれた、甲斐さんが。よかった、これでやっと話を進められます。呪詛玉は危険なものです。引き渡してください。同社で責任を持って処分いたします。別に飛白石鹸がする必要ないよな。そうだよね、しかも処分なんてそんな簡単にできるものなんですか。どうして石鹸屋が呪いの道具を呪いの道具の処分に責任を持てるんだい。当社の会長、山森の力です。うん、ほうあなたも呪いの力を得たのなら超常的な力が存在するのわかるでしょう。山森会長は強力な神通力をお持ちでいらっしゃいます。ほう、そして少女となってからも共に発展してきたこの本所の地を心より愛しております。うん、この地で呪いがはびこるなど許されないことなのです。うん、なるほど、まさか飛白の女帝の正体が魔女だったとはね。飛白の魔女って言われてますから。魔女などという忌まわしい呼び方は会長好みません。裏では霊術師、画明堂水源という名で除霊などの立派な活動もされています。みおちゃんの師匠か。あれ、画明堂水源、画明堂水源、ちゃんみおか。いや違うか。ないな、画明堂、どこで見たんだろう、画明堂水源。それっぽいのないよね。うん。うん、いいか。
画面音制限でも聞き覚えはあるよ。ほう。それよりすでに呪いによる死者も出ております。もはや一刻の猶予もありません。いいですか、呪いなどというものは所詮己の存在を増大させるための人に取り付く邪念、よみがえりの秘術など呪いが貸主をたぶらかすための絵空ごとに過ぎないのです。弓岡そう思う。ご理解いただけたのならば早急に呪詛玉を渡していただきたい。懐かしい、そうだった、悲しいとか寂しいみたいに言ってたわこいつ。なるほどね。それで呪詛玉はそっちにいくつ集まってるんだい。今の話が本当ならばさぞや大規模な捜索をしていることだと思うけども。うん、まあ弓岡まずい。焦ってる。6個です。こちらの手に現在6個あります。大嘘つきめ、6個もないだろう。え、ないやろな。あ、なるほど、すごいな。それなら安心だ。危うくまんまと呪いに利用されるところだったようだ。お分かりいただけたようですね。いや、おかわりいただけたようですね。であれば直ちに術玉をこちらに渡していただきたい。最初で会ってたのよ、読みようか。ところが今は持ってないんだ。大事なものだから隠してある。そうですか。ではこれから一緒に取りに伺いましょう。すまないがこの後大事な用があってね。後で必ず持ってくるよ。ふふ。弓岡怪しい。わかりました。ならば一応あなたの住所と電話番号を控えさせていただいてもいいですか。用心深いね。わかったよ。というわけだ。それ会社の前で喋ってたら分かっちゃうんじゃないの。まあ、じゃあよみがえりの秘術はまやかしだったってこと。いや、それはハッタリだろうね。いや、弓岡ハッタリ祭りだったと思うけど。あれ、え、呪詛玉を手放させようと口八丁手八丁で巻き上げようとしていただけだよ、きっと。うん、呪詛玉は6個回収してるという話もサバを読むにしてもちょっと盛りすぎだね。そうだね、多いね。まあ、リヒタそう思う。あれ、影響を受けてる。私ってなんて素直なの。ただ飛躍接近が呪詛玉を求めていて何かを企んでいるのは間違いない。呪いについて知っているのに最高の溜まっていない呪詛玉をそこまで必死に求めているとなると、威迫が今回の呪いの黒幕である可能性も出てきたね。それは会長が魔女だということと関係が。さてどうだろう。そもそも本当に力を持っているとしたらそんな秘密を軽々しく外部の人間に話さないと思うけどね。そうだね。弓岡の口から出まかせか、あるいは、あるいは裏ではそういうことだと触れ回って噂を広げようとしているか。なぜそんな真似を。今世の中空前のオカルトブームだ。その中で飛躍の会長は神通力があるなんて噂が広まれば、神秘性も含めてその権威は揺るがないものとなるだろう。ああ、まあ怖い話。なるほど、権力をさらにつけるために欲しがってるだけなのか。うんうんうん、うん、か呪詛玉を7つ集めると願いが叶うみたいな。あー、まあ最高集まってなくても、うん、ダッカラプトポッポルンガポピリットパローって出てくるかもしれん。まあなくはないかもしれん。うん、願い3つ叶えてくれそうな気がするな。でっかい竜出てきてね、ポルンガの方ね。
またイムカに見つかっても面倒だ。しばらく飛躍には近づかないでおこう。オッケー。いや、いいとこまで来たね。そうね。うん。